ハンバーグといえばトマトソース。うわ、見事に割れたね。いやいやいや、デミグラスの上に目玉焼きのせでしょ。想像してみてよ、切った半熟卵から流れ出る黄身とデミグラスのハーモニー、これぞ黄金コンビでしょ。でも甘酸っぱいトマトソースとチーズコンビもなかなかいいよ。熱々のチーズが絡まったハンバーグをハフハフ言いながら食べるんだ。チーズは強い。和風もいいものですよ。あさりとした大根おろしとポン酢の爽やかさによって引き立つ肉のジューシーさ、胃もたれ知らずの憎いアンチクショー、肉だけに。あ、確かに相性抜群の組み合わせではある。で、どうするの、トキ君。これは悩みますね。ベーシックなメニューだけにこだわりもいろいろありますからね。もう少し考えてみてもいいですか？もちろん。楽しみだな、冬のハンバーグプレート。あ、コーヒーでも入れようか。あ、いいね。あ、そういえばグレ、昨日僕のカップ勝手に使ったでしょ。え、なんでわかったの？めちゃくちゃ綺麗に磨かれた。使用した痕跡を消そうとしたばかりに。バレバレだよ。もうすぐ今年も終わりですね。本当ですね。でも長田さんがいなくなっちゃうなんて寂しいわ。もっと一緒に陶芸やりたかったよ。ほらほら、湿っぽくなっちまっちゃダメだろ。おい先生、例のやつ準備できたって。そうですか。それじゃあ皆さん、長田さんの周りに。なに先生、なんなの。カメラ、せっかくの送別会ですもの。長田さんの想像の斜め上行くわよ。何が始まるの。きっと素敵な集合写真になってるわよ。長田さんのあの顔ったら。もう言わないでよ。先生。はい。実はちょっとお願いがあるの。お願い？教室の方に残っている私が作ったお皿たち、処分してもらってもいいかしら。え、長田さんの作品を？お引越し先へは持って行かれないんですか？いいのいいの、下手っぴな作品だし持って行ってもね。とっても素敵なお皿なのに。私ずっと一人暮らしだったでしょ。大した趣味もなかったからぼーっと過ごすばかりだったけど、六宝堂さんで陶芸に出会えて、お友達もたくさんできて、
本当に先生と六宝堂さんには感謝してるんです。楽しい思い出をもらって十分満足よ。長田さん、あ、そうそう、最後に息子夫婦をお店に連れて行こうと思うんだけど、木曜日はやってるかしら。はい、では皆さんに喜んでいただけるものをご用意します。よかった、一度連れて行きたいと思っていたの。ぜひ。和風ソース。はい、幅広い年代にご満足いただけるように冬野菜をふんだんに使いつつ、それでいてさっぱりしすぎない和風ソースにしようと思います。おお、いいですね。じゃあセットにする軽めのデザート考えようかな。何にするの？そうだな、つい明日のランチからお出ししてもいいですか？ハンバーグプレート。え？お母さん、寒くない？大丈夫よ。へえ、いい雰囲気だな。ほんとね。そうでしょ。こんにちは。いらっしゃいませ、長田さん。どうぞこちらのお席へ。スイさんのお茶ともお別れね。いつもとっても美味しかったわ。長田さんには本当にご愛顧いただいて、長屋も寂しいと申しておりました。先生にもお世話になりました。先生？ここの厨房で働いている方が陶芸教室の先生なのよ。え、そうなの？っていうか母さん陶芸やってたんだ。あれ？でも荷物にそれ系のもの全然なかったよね。まあそうね。ああそうそう、この前その陶芸教室のみんながやってくれた送別会の写真できたから持ってきたの。こちら先生に渡していただいていいかしら？これホテルイーストサイドの。そうなのよ、帰り際に持たせてくれたの。すごくいいホテルだったわ。お食事も美味しかったし、みんながサプライズでろくろのケーキを用意してくれたのよ。え、ろくろ？ダメ元でホテルに頼んだんだけど心よくやってくれたって。すごいでしょ。もうみんな大盛り上がりよ。おー、昔はホテルイーストサイドってビジネスライクでシステマチックなホテルだったんだけどね。けど新しい副社長になったくらいからいろいろ変わったらしいよ。ホテルの人もみんなきちんとしていて気持ちのいいおもてなしがあふれてて。そうね、なんだかここにいる時と同じような気持ちになったわ。とっても居心地がいいの、自然と笑顔になっちゃう。そうなんですね。おさらさん、お待たせしました。冬のほっこりハンバーグプレートです。おお、これはうまそうだ。カブの合わせも珍しいわね。ごゆっくり。いただきます。ほん、お、うまい。うん、おいしいわね。でしょ、ここのおいしいの二人に食べさせたかったのよ。このソース和風なんだ。そうみたいね。これはご飯が進むな。食べやすくていいわね。今度うちでも作れない？これ、うん、みりんと醤油で作ってるのかな。こちらデザートのほうじ茶プリンです。へえ、ほうじ茶か。誰誰？これも美味しい。私も初めて食べたわ。香ばしくて美味しいのね。うん、しつこくなくていいね。そうそう、ハンバーグのお皿もそうだけど、このお店って味のある食器使ってるんだね。手作りっぽい。確かにそうだな。そうそう、そうなのよ、器もここのこだわりなの。へえ、なんてったって先生がこしらえたものなんだから。あれ、あ、どうしたの母さん？あらまあ、どうして？これってもしかして？お気づきですか？あの先生、これって？はい、
長田さんが作った器です。そういえばさっきのお皿もそうだったわ。全然気づかなかったの？だってまさかお店で自分のお皿なんかが出てくると思わないもの。勝手にすみません。長田さんが一生懸命作った作品ですから、皆さんで使っていただこうと思ったんです。いえいえとんでもない。こんな私のお皿でここのお料理を二人に食べてもらえたなんて夢みたいだわ。先生、素敵な思い出をありがとうございます。こちらこそ。母さん、せっかくだし沖縄でも陶芸続ければいいじゃない？え？これかわいいし、うちでも使いたいな。え？味があってなかなかいいよね。うん、そうなの？なんだか恥ずかしいわ。でも そうね、やっぱりやろうかしら。陶芸を続けていればみんなや先生とつながれているような気もするし。それはとても嬉しいです。長田さん、本当にありがとうございます。またお待ちしております。ええ、きっと来るわね。六報堂、四つ色日和。この間の送別会ってイーストサイドグランデだったんですね。はい、すみません、どうかなと思ってあえて言ってなかったんですけど。いやいや、いいんだよ。本当に居心地のいいホテルでした。皆さん笑顔で、また行きたいと。そうか。ほうじ茶プリン食べる？いただきます。おお、良さそうなホテルだね。ホテルイーストサイドって角崎さんが働いてる系列の？ええ、とても素敵なホテルでした。ああ、そういえばスイって角崎さんと関係あるの？あ、それ俺も気になってたんだ。お、弟さん。角崎さんに弟さんって言われてたよね。ああ、いえ、関係があるのは私の兄の方です。お兄さん？ホテルイーストサイドは私の父が立ち上げたホテルですし。スイのお父さんが？何それ、すごくない？兄もそこで働いています。ですがずっと連絡を取っていませんので。でも昔はよく二人でここに遊びに来ていたんです。本当に大好きな場所で。竹やぶの小道をどっちが早く扉を開けるか競争したりしたものですよ。思い出をあげればキリがない。疲れてるね。あ、運転手さん。はいはい、降りますよ、京くん。いやー、早めの夕食を取ろうと思ってさ。放っておくとすぐ夕食抜くから。うちの副社長は。ここはヤギョおーい、早く来いよ。おいで、お腹が空いているだろう。どうしたの？早く行こうよ、お腹ペコペコ。
そんな顔して本当は京くんもここが好きなんでしょ。そんなに弟くんに会いたくない？京くんは誰が見ても後継者として立派に仕事を果たしているよ。誰よりも誰よりもってね。後ろめたく思うことなんてないんじゃないの。京くんにとって大切な場所なんだろ。ここはもう俺の場所じゃない。そうだね、京くんの場所は別にある。でも京くんにとって大事なものって何？もういいんじゃない、自分に素直になっても。いらっしゃいませ。スイさん、俺めちゃくちゃお腹空いてるんす。すみません、鶏天丼ありますか？はい。やったー、柴野さんに鶏天丼お願いします。はい。柴野さん、またこんな時間まで仕事？そうみたいですね。見て見て、新作グレスペシャルラテアート。これは雪だるまで、隣は殿様ですか？違う違う、鶴と亀だよ。へえ、なんで鶴と亀？柴野さんが今年いっぱい仕事で年越し一人だって言うから、テンション上げてもらおうと一足早い正月でバーッとしてみたんだ。ほんと、そろそろやめといた方がいいよ、それ。え、何そのマジトーン。スイ、電動上がりました。はい。けど柴野さんギリまで仕事なんだね。お体壊さなければいいんですけど。体もそうだけどさ、心だよね。例えば1年の終わりにさ、楽しいことが待ってたらその日まで頑張れるでしょ。ああ、それわかる。大晦日せっかくの特別な日ですし、何かやってもいいかもしれないですね。おお、じゃあ年越しパーティーしようよ。花火とか打ち上げて。花火？イタリアでは年越しにドドバーンと花火を上げるんだよ。そんな過激なのはやらないよ。ちょっとだけでも。やらないって、なんでそんなに派手派手なのさ。でもその方が盛り上がるじゃん。あ、じゃあ音だけでも。年越し六報堂ナイト？はい。招待状とチラシもこんな感じのってのを作ってみたよ。仕込みは時間がかかると思うので、大晦日の開店時間は遅めになると思いますが。一日だけのスペシャルスイーツも考えてるよ。もちろん俺のめでたい新作ラテアートもね。年越しパーティーですか、いいですね。冷えた体に優しい甘みが染みますね。ですね。お二人は今日もお仕事なんですか？はい、イベントごとが多いので、その取材が。あの、実はうちでも年越しイベントを企画しているんです。イベントですか？何何？わあ、夜中もお店開けるんですね。はい、よかったらいらしてください。めちゃくちゃ楽しそうっすね。俺絶対仕事終わらせてきます。ありがとうございます。やったー、私も来ちゃおうかしら。俺も。そうね、孫たちが帰ってくるのは年明けだし、私も参加しようかしら。ぜひ来てください。いいっすね、みんなで年越し。夜今日も同じものを見て、みんなが笑顔になるのは嬉しいよな。もう気持ちが見えなくなってしまったと思っていたけど、もしかして。
まだ間に合うかもしれない。副社長、昨日も遅くまでいらっしゃいました？うん、ああ。コーヒーでもお飲みになりますか？頼む。夜京さん、お待たせしました。コーヒーでございます。角崎、ちょうど外で宮沢さんと会ったから俺がお持ちしました。それから教訓宛てにこんなものもらったんだよね。はい、あとは教訓次第ってことで。時高くん、おはようございます。頼みがあるんです。次はデミグラスやトマトソースのハンバーグもお出ししたいですね。トキ君また迷っちゃうね。和風、デミ、トマトの3種ハンバーグを串に刺すというのはどうでしょう。それほぼミートボールだね。はい、